さて、追っ始めるか。大将首を挙げた者には褒美は思いのままだぞ。登場兵器で城壁を越えるのだ。取り付く敵を排除せよ。この調子でぶっ切っていくか。俺も負けてらんないな。おいおい、随分でかい剣だな。あんな長いもん振り回す気か。若いやつは見え張りたがるから。バカ、ぶっ殺されっつ。城壁に登れ。上から侵入するのだ。ここは命の張り所よ。無様な戦はできぬぞ。がっぽり稼ぐぜ。早い者勝ちだな。これでは近づけん。あの投石機を破壊するのだ。報酬を渡させてほしいものだぜ。まだ負けたわけではない。大したもんだ。くれたようだな。全軍、城内へ突入せよ。お先に。勝負はここからぞ。よし、仕掛けるぞ。
られるかよ。腰抜けどもが金玉が縮み上がっておるわ。何をしておる。奴を討ち取って名を上げんか。いくらだ。俺は余計だぜ。あんたと違って名誉じゃ飯食えねえんだ。よかろう。見事奴を討ち取った暁には金貨10枚、いや7枚だぞ。せこい野郎だ。小僧、後悔するぞ。金貨の名前でその頭を叩き落とされるんだからな。貴様のようなケツの青い若造が戦場に立つとは、そちらは相当の兵員不足と見える。クソ、いい気になりよって。名を上げるつもりだったんだ。横取りしやがって。そうか、こいつら傭兵だったな。こいつマジで強い。なんだなんだ、言い出しっぺのコルカスがビビっちまってるぜ。言わんこっちゃない。だからあんたじゃやれないって。キャスカ、お前は言ってやれ。なんでさ、コルカスが勝手に。わかったよ。すまねえ。仕方ないだろ、グリフィスの命令だよ。強い、なんて打ち込みだ。おい、あのキャスカが追い込まれてるぞ。やられる。柔道
俺、リッケルトと言います。おけ、俺は認めたわけじゃん。あまり気にしないでください。俺たちの仕事は敵の食料と補給物資を焼き払うことだ。奇襲を仕掛け。援護は？ない。敵の夜襲に備えるためにこの作戦に避ける戦。け、腰抜けどもめ。顔色一つ変えない。それだけグリフィ。今回のしんがりはガッツ。骨の折れる仕事だ。敵を牽制して味方の闘争を助けるんだ。命令だろ。そうだ。グリフィス、試す気だな。危険な仕事とはいえ、こんな重要な役。グリフィスはあいつを信頼している。敵もまさかこんなところから奇襲を仕掛けてくるとは思わないだろう。それにこの風、しかも敵の背後から仕掛けるなら風上から火を放つことになる。放て！夜襲だ！敵が後ろから。敵に構うな！一気に突破しろ！仕事だ。とっとと行け。
潮時か。わけにはいかないな。危ない時を下がれ。生き残ったな、小僧。見直したぜ。グリフィスが見込んだだけのことはあるな。こんなところで何やってんのよ。俺はいい。あのガッツさん、さっきはありがとう。俺尊敬しちゃいます。あんなすごい戦い。俺はただ自分の仕事をやっただけだ。照れるな。よし、クソ生意気な新入りに。ガッツ、百年戦争。ああ、なんとなく。そう、百年前にチューダーが見…吐きもせず。よくやるもんだぜ。ま、おかげで俺たち傭兵は。ちなみに鷹の段はミッドランド側な。へえ。しかしなんでまた最近だいぶ押されてるみたいで、急遽戦力が必要なんだと。されるのにも慣れたもんだぜ。俺様に任せとけって。俺だってやるときはやるよ。よし、行くぞ。俺の足引っ張んなよ。すまない、出遅れた。手伝うよ。張り切っていこうよ。体を気遣うのはなしだ。全力で行くぞ。意味すぎるな。
ここら辺で一休みするか。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。そんなもんかね。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血生臭いことやりながら不思議と泣いたり。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか俺たち凡人にはわからない。一生かかっても手に。確信？何の？全ての。ここならきっと見つかるぜ。まだ答え聞いてなかったな、前。せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺に今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利、面白いのはこれからだ。俺は俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない。あそこを飛び出して以来俺は何をやってたんだろう。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。仕方ねえ、やるしかねえようだな。よくやってくれているな。よし、行くぞ。
ねえ聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。へえ、王様自らご出陣とは。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。ああ、任せとけ。お前は牽制だけでいい。あとは本体がやる。分かってるって。重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたるざまだ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ大暴れさせてもらうぞ。鉄槍重装騎兵団相手に一気がけだと。らしいとこお見せしやすい。
兵とは違うのだ。俺たちが戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。高野だ。白い鷹グリフィスが率いる傭兵だ。戦場の死神どもだ。このまま押せば勝てる。みんな行くぞ。まだ負けたわけではない。さすが鷹野団の切り込み隊長。さあ、お前らこそ悪かったな。俺ひガッツ隊長、話がある。お前何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な。悪かったな。以後気をつけ。いつもそうだ。そうやって口先だけ。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。グリフィスはあいつに甘す。お前ら本当に仲悪いな。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。思い出すな。戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させ、あの喧嘩は楽しかった。グリフィス、今日の戦お前のそういうところも俺。グリフィスが騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、鷹の団の功績が認め。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵。そうだ、これからは正規軍となる。平民を貴族にするとは。傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を。敵城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵ノスフェラトゥーゾット。誰だ。知らないの。傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。でもゾットが恐れられているのは、奴は死んだという噂が流れるたびに。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ。あいつそういうのを見るとは。
人たちかわしたな、小僧。あれなんだ、このまといつくようなやつ感は。最強だ。今まで俺が剣を交えたどんなやつよりもこいつは強い。グリフィスも舌を巻くほどの達人だったが、こいつの強さは人間を超えている。化け物だ。見事だ。俺の剣をここまで受けた人間はこの50年一人もいなかったぞ。戦い、この俺を失望させるな。ありえない、こんな化け物が現実に存在するはずがない。どうした、これまでか。こんなものなのか、貴様の力は。いや、人間にしてはよくやったと言うべきか。だが容赦はせん。化け物から逃げおせてからにしろ。やられる。お前は左。行くぞ。